で今マツダのブースに来ました。じゃーん、前田さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今回というか今年マツダさん100周年ですよね、はい、ということで今回あのブースの作りとかちょっと変えたんですか？もともと100周年のブースを実はジュネーブ賞から始めようとしてたんですね。あ、残念。だって言ってましたもんね、うん、言ってたんですよ。塩ちゃんとか現場まで、そうそうそう、現場まで行ったのにそれが、まあ、突然キャンセルになって、うんうん、でそのイメージをそのままここに再現しようとしてやったのがこのブースの形なんです。ちょっと木目を使ったり、あの東京モーターショーとちょっとコンセプトが似てるんですか？うん、あのね、あのトーンは似てるんだけど、うん、もっとオープンな感じにしました。だから屋根とかもつけてない。ああ、確かに屋根ないです。ね、ここのあの空間をあんまり乱さないように、馴染んでいくような空間にしてます、ね。なるほど。今回12台もありますね。たくさん持ってきましたね。今数えたら。じゃあその中で、はい、その中で、お気に入りの車をぜひ、ね、やっぱり見てほしいのはこのセンターからこういう方向で見てもらうと、はいはい、センターからオートサンディングリーンパネルっていう、三輪トラックグリーンパネル、はい、はい、マツダブリック、これがマツダの一番最初の乗用車、自動車だと第1号、ね、はい、1938年なんです ね, ね, ね、で乗用車として一番最初があの R300、はい、でそれをオマージュした100周年記念車というのがこの3台、2台と並んでロードスターの100周年記念車と、はい、MX3はい、ああ屋根が、屋根が赤い、はいはい、ね、これあれなんていう色でしたっけ、あの色の名前がありましたよね、ありましたね、なんだっけな、マドンルージュメタリックっていう、はい、で R360 クーペのあの屋根の色なんだけど、はい、名前がよく分かんなくて、うん、で書類を倉庫からいっぱい出して、はい、すごい探したらその図面にこの名前が書いてある、へー、それを探し当てて、あ、この名前にしようっていうのでマドンルージュっていう、へー、うん、いい、なんか色っぽい感じですね、ね、この車も可愛いでしょ、そうですね、可愛い、ね、へー、インテリアをヒントにして、あー、これこれってあの発表会っていうかオンラインで見てた、そう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 、あれ、あれです、あ、こういう色なんだ、もっと濃い、暗い色かと思ってました、うん、結構明るいでしょう、はい、これでもこの屋根の色、シートの色もそう、コーディネートしてもこれ同じでしょ、色がね、あ、こっちのこっち側の色ですよね、外側のレザーの色、うん、これがそのマロンルージュ、マロンルージュ、で、あ、ちょっともう色が褪せちゃってるけどカーペットも実は合わせ、はい、高さよね、そっか、カーペット色が褪せちゃってちょっと茶色っぽく見えちゃって、ね、ちょっと茶色っぽく見えるけどもともとはこのマガンボス、でもこのベージュとエンジの色がすごいいいですね、このエンジでもないちょっと茶色が強いっていうか、そうだ、ね、不思議な色、ね、不思議な色で、やっぱこの頃から赤にこだわってたんですね、今思えばね今思えばそうなんでしょうね、なるほど、うん、例えば当時としては、うん、まあ、これクーペって日本で一番最初のクーペって呼ばれた車だし、あ、そうなんですね、乗用車としても相当人気のあった車なんだけれども、ただデザイナーとしてはね、相当画期的なことをやったんだろうなと思って、こういうのを見るとデザイナーさんとしてはやっぱりこう刺激を受けたりします、この色使いは、よくあの当初やったなっていう、でこんなところちょっとこう赤いですね、結構いろんなところでこだわりがあって、この車はすごくいいんですよ、もしこれを、じゃあ今風に作るとしたら同じサイズでどんな車作りますか、前田さんだったらいや、イメージは結構できるでしょ、なるほど、これを現代風に、ね、だからまあそういうレトロ感ってマツダはあんまり作ってないですけど、この車はできるかもしれないね、じゃあそのうちできるかもしれないです、できるかもしれない、なんかの時に、ね、
でもこの先ね、この先モーターショーどうなるんですか。モーターショーって展示できないですよね。モーターショー自体が、モーターショーはねちょっと先不透明だけど、うん、ただここでこの車の歴史なり、うん、まあ、文化なりっていうのをやっぱり途切れ出せるわけにいかないですよね。だから我々がやっぱりリードしないといけないなとは思ってますよね。あ、ちなみにじゃあ最新の車は今度は MX30 なんですか。そうですね、まあ、はい、こちらが100周年記念、はい、こちらが100周年で、あの屋根が、ルーフが、ルーフが同じ色です。この3台が で向こうにあるのが、はい、実はこのイベントで初めて公開をしますけど、うん、ハイブリッドや、はい、今まであの EV で電気自動車で、はい、これはハイブリッド、より一層じゃあちょっと現実的というか、現実的な、そうですねですよね、イメージしやすいですね、はい、観音開きだよ、うん、どうなんか松田で観音開きっていうと、うん、ありますよね、アルプスイートのちょっと大きい版な感じのイメージが、ね、はい、まあ、でもアレクセイトの技術があったので、観音開きの、うん、それでまあこの車を埋めたんです、ね、この時に、まあ、やっぱり、ね、これってすごく衝突開発が難しくて、このドアの形式って、はいはい、ただすごく乗りやすくていいでしょ、いいんだけど、そうですね、実は結構難しい行動も、なるほど、うん、え、あの EV の方と、うん、このハイブリッドでデザインで変わってるところはあるんですか。そういうのは基本共通です。うん、逆に違うところって何がありますか。違うところはね、いや本当特に作ってないですね。うーん、ただあの色の組み合わせとか若干選べたり選べなかったりっていうのはあるけど、あ、専用みたいな、うん、でも基本的には同じデザインです。うーん、ちょっと中見てもいいですか。これいつ頃私たち乗れますか。確か私の秋口に発表会をやろうとしているので、うんうんうん、その近辺じゃないかなと。なるほど、思いますが、僕は勝手に、はい、あ、でもここから見ると、はい、あのそれぞれの車の後ろ姿が、あ、そうですね、見えて、うん、かわいい、特徴的ですね、うん、やっぱり、でもやっぱりコスモスポーツ抜群ですね。コスモスポーツ、今見てもね、クオリティの高いデザインですね。本当ですね。じゃあこちらのこのリアも見てみました。あー、これでもやっぱりかわいい、ここまで入ってるってあんまりないですよね。ちょっと珍しいでしょ。うん、これがねこのリアビューの特徴的なところで、なるほど、まあ、私もこういうの初めてですね、うん、結構グイッときてる。え、前田さん的にはどこが好きですか、この MX30 のデザイン。いいなと思います。あの昔のあれなんだっけ、スマートロードスターのイメージがちょっとあるから。あ、そうですか。あ、もっと全然車のタイプ違いますけど、うんうんうん、なんだろう、メカメカしいっていうか、そういう感じね、そういう部分が、だからこの基本的にデザインはどんどんシンプルにしたいなと思っていたんですけど、うん、こういったランプとかレベルとかのエレメントだけを主張するような、うん、あとはすごくシンプルな塊にしてるね。だからこういうとこすごい特徴的で、あえてこう立体を強調するようなデザインにしてます。あ、すごい、これ中がこうキューブが浮いてるみたいな感じに見えます。すごいね、結構細かいところ作り込んだ。これでも中でくるくる回ったら面白いですよね。見た目的にはこの C ピラーのところのその、うん、処理の仕方が結構いろんなメーカーさんで違うじゃないですか。そうです、ね、いろんな車でね、うんうん、面白いな、最近の傾向としてここで表現する、うん、割とあの葉っぱを別の色にしている車も最近増えてきているので、うん、あとそのフローティングルーフみたいな感じに見せる、うん、ね、ただあのその色が変わるところは立体も変わってないといけないっていうのは我々の、まあ、一応論法なので、だから繋がってる面を途中で切って色を変えるっていうのはやってない。だからもうパーツが違う。なるほど。うん、素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。これなんでグリーンじゃないのにグリーンパネルなの？ではですね。はい。
ちょっとお見せしますよ。はい。ケーキ板がグリーンに塗装されていることにちなんだ。ケーキ板です。ケーキ板確かにだってこれパープル？パープル紺色。うん、でここのケーキ板です。おお、これがグリーン。ここがグリーン。青春はつらつ幸福。そんな意味があるの？はい。それでグリーン。あ、そうなんだ。グリーンはなんかこう癒されるとかそういうのではない。なく。ないんだ。戦後のね復興に、うん。なるほど。お、三菱マーク。そこ自転車のサドルみたいな。そう。でこのシフトレバーがセンターに配備されている。うん、ここでこうセンターで。あ、なるほどね。うん、体の。本当だ。え、この左側のこの赤いのは何のマーク？これはマツダの当時のマーク。あ、昔の。はい。これは何？この、これ田中さん、これ何だったっけ？田中さん、噂の田中さん。あ、すいません、田中さん、あの噂してました。なんで、これ何だったっけ？こっちが真核で、真核をちょっとこれでコントロールして、ロッキング、ロッキングがした時に、あの点火の、はい、あのタイミングを、点火のタイミングを調節する。レバーっていうんですけど、向こう側エアレバーっていって、チョークと同じで、ガソリンの濃さを、あのちょっと空気を多めに入れたり薄めたりとかする。手動でね、手動で、当時は走りながらエンジンの調子を見ながらやる。空気をもっと入れようとか、点火のあれをそうです、コントロールしよう。そうなんだ。全てが手動だった。なるほどね。確かにね、手動しか誰もやってくれないからね。自分でやらないと。へえ、松田後ろから戻っちゃおうかな。今回このオートモビルカウンシルで発表されたマツダの MX30、 これマイルドハイブリッド版です。スカイアクティブ G 搭載ハイブリッドが、そうそう、でもこっちの方が日本は導入が早いんですよね、 EV より。こっちが秋になるので、うんうん、これが、2リッターのガソリンエンジンとマイルドハイブリッド、うん、なるほど。そっか、じゃあエンブレムが違うだけですね、バッジが。バッジ、そうですね、バッジだと給油口の形とか。はいはい、あ、給油口、あ、そっか、 EV だからね、向こう。うんうん、なるほど。なんかタイヤが意外といかつい。あ、そうですね、タイヤが MX さで、ここのこれが違うだけですよね。 そこがインスカイアクティブ G になって。この辺りのデザインが結構肝です。うん、扉も開けますか。 ありがとうございます。あ、そのためにもしかして。そうなんですよ。一応そっかそっか、観音扉ですからね。じゃあこれグイッと入っても大丈夫ですか。